この世には面白い人間ドラマが多くあるが、だからといってわらわが寛容な態度を取る理由にはならぬ。時が来ればそなたもわらわの刃の餌食になりうるということを忘れるでない、管理者よ。最初の出会いは朝の通学路だったわ。トーストをかじりながら走っていたところを曲がり角でぶつかったのよね。ああ、あなたは覚えてないかもね。ぶつかりざまに20メートル吹っ飛んで気絶しちゃったから。こうなった以上、がっかりはさせてくれるな。面倒じゃの。耐えてみよ。どけ。幼き者どもの戯れはもう飽きたのじゃ。貴様の逃げ場はない。貴様の信念と共に灰になれ。ああ、うざいの。愛と正義の名のもとに、シャララリリカル、マジカル、灰になれ。正義の火花よ。愛の力でやっつけてあげる。ラブ&ピース。いた。手厚い看護がいるわ。